はい、皆さんこんにちは、今日も頑張って練習をやっていきたいと思います。で今日も同じく、ブルースパッキングをやっていきます。同じくですね、こちらですね、ブルースギタージャムセッションの、菊田俊さんの教則本から、参考にさせていただいております。で今日もストーミーマンデフですね、のスローのブルースパッキングをやっていこうと思います。で、2回ほどこっちのちょっとハイポジションの方でやってたんですけども、キー A まで G と A だけなんですけどね、やりましたけども、ちょっとそれ以上のキーになるとなかなか、私自身はちょっと弾きづらいなというところで、前にもやっておりますこっちのローポジションの方で、今日はやっていきたいと思います。で、まだまだ私もこの、ストーミーマンデーのパッキングですね、うまいこと、うまく弾けてないので、動画にもアップするのは、2回目になるんですけども、弾けるまで私がね、もういいかなと思うぐらいまで動画の方をアップしたいと思いますので、同じような動画ばっかりになってしまうかもしれないですけども、それもご了承していただけたらなと思います。それでは、早速始めていきたいと思います。キー G ですね。
とうございます。今のが、キー G の、ストミマンデー風の、バッキングでございました。最後の11小節目ですね。ちょっとここが、できてなかったかなと思いました。ちょっとこの辺を練習して、やってもうちょっと弾けるようになっていきたいと思います。でこの、ローポジションであれば、G、A、B、C、D ぐらいまではいけるかなぐらいのキーの、を変えて、練習はいけるかなと思いますので、次はキー、A でやっていきたいと思います。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。